まあ先日ね、あのー、11月1日の夜10時から、えー、私のお、来たら12月20日にね、 あの、ワンマンライブ、石川のりのワンマンライブ、豚祭りが、まあ開かれるわけでございますけど、まあその、抽選チケットの、えー、申し込みがですね、11月1日夜10時から始まりまして、えー、まあ、るっと1日以上経ちまして、えー、まあみんなね、あの、抽選チケットなんで、まあ、どれぐらいの申し込みの数があるのかとか、私俺行けるんですかとか、もうすでに飛行機とか新幹線のチケット取ってるんですけど、みたいな方が多くて、なんか数字知りたい方も多いですし、まあ僕自身もね、 まあ、ワンマンライブで豚祭りっていう、まあ、こういったなんかリスナーを集めるイベントって数年ぶりで、すごく期待もしておりますし、心配もしておりますし、まあ、気になるところなんで、あのー、数字の方をね、ちょっと皆さんにね、発表していこうかなというふうに思うんですけど。で、まあ、そのチケット管理僕がやっておりませんので、まあ、個人情報もありますから、あの、会社の方にお願いをしてるんですよ、オッくんの会社の方にね。なんで、あのー、今日放送前に11時ぐらいに、LINE グループの方で、現在の申し込みの数どれぐらいですかっていうふうに、あの、聞いてきました。 なんでまあ、それをこれから皆さんに伝えようかなと思ってますけど、あのー、僕はね。あのー、放送でね。その本当にみんなにね。来てくれる人、みんな来たいと思ってる人。みんなに楽しんでもらいたいとまあ、思ってまして。で、あのー、ね。 ぜひとも来てくれということで、まあ、立スさんのみんなもたくさんしてくれて、あの、豚祭りのつぶやきもね、いいね、1700っていうことで、うん、差し引いた1000人ぐらいは何でしてへんのやと思いますけど、まあ、本当たくさんの、普段よりはたくさんの人がね、多く押してくれたりとかしてくれてますし、まあ、もちろん全員が行けるわけでもない、まあ、もちろん仕事、学校とか、まあ、いろいろ諸事情があってね、どうしても今の段階でも、12月20日開けられないよっていう人もいると思うんですよね、そんな人たちも押してくれてね、本当にね、あの、みんなの気持ちは非常に伝わっておりまして、だからこそ、もう本当に最高な一日に、 ししたいし楽しんでもらえもらいたいから最善を尽くさせていただくわけですけどまああのそうですねあの抽選の申し込み始まるまでにねこうみんな大丈夫だよなんていうふうに言ってましたけどまあ明けましてまあまあ僕的には150人ぐらいかなとあの踏んでるんですよ。はい、で理由はまあ、自分の主催の企画ではないとはゆえ まあ、PF 主催のブローアップに出させていただいたりとか、まあ、チケットの値段は違うんですけどね、まあ、その時の、まあ、集客力とか、まあ、そ他、まああの他凸待ちした時の人数とかっていろいろ見つつ、まあ、現状をたとえねワンコインで安い、えー、豚祭りのイベントとはゆえやっぱ有料イベントになると、まあ、これぐらいの人数なんじゃないかなと思って、まあ、200から200ちょっとぐらいのキャッパの、えー、ライブハウスをまあ 確保、用意させていただきましたね、まあ東京の大塚の D パころなんですけど、えぇ、ー、11月1日からやりまして、まあ現状ですよ、今日の11時までにお申し込みいただいている数なんですけど、545です、現状。現状、545申し込みがございます。すいません。 全然足んなかったっす。うん。<laughs> 現状で、えー、っと、今、545ですね。あのー、何度も言いますけど、200しか入んないっす。<laughs> あの、箱、200人しか入れないんですよ。200人しか入れなくて。現状、今、倍率が2.5倍ということで、2人に1人以上、家費、あのー、落ちてしまいます。 なんで、あの、この豚祭り通称、あの、異例祭って呼ばれてまして、一部のリスナーは、お前200じゃ少ないよと、もっとたくさん申し込みあるから、ほとんどのリスナー落ちちゃうよってことで、落ちる人が多いんじゃないかってことで、あの、一部のリスナーでは慰霊祭って呼ばれてるんですけど、あの <laughs>、ちょっと可能性出てきたなごめん、ちょっと100当選するとか言ったんだけど、 そうなんですよ。11月5日まであるんで、申し込みが。そうなんですよ。この、えー、金土日挟むんで、日曜日いっぱいまで、申し込みは受け付けてますから。まあ、ここからはね、もう2日経ったんで、ここからはそんなにバーンって増えることはないけど、まあ最後に多分滑り込みもいると思うんで、多分600、600から700の間ぐらいかなっていう、感じだと思います。多くて。 って感じかなまあでもあのまあもちろんねその受かった人があの全員が全員来るわけではないのでまあこれどのライブもそうなんですけど大体78割とか言われてるんですよチケット取った人の。なんでもし あのまあそれはもうチケット調査にも書いてますけど受かった人がいてそう受かった人の中からあのちゃんと料金を支払えなかった人そう間に合わなかった人とか締め切り日までにあの振り込みがなかった人お支払いがなかった人とか、えー、キャンセルがあった場合っていうのはあの一般販売されますのであのもし抽選に漏れたとしてもまあほぼ確実 また言いますけど、ほぼ確実に一般販売は出ると思います。まあ、なんか用事があって行けなくなっちゃうとかっていう人もいると思うんだよね。そう。これが例えば5000円だったら何としてでも行こうって思うけど、えー、500円だから、例えば他の用事と被っちゃったりとか、豚祭り以上になんかちょっと行かなきゃいけないこととかやらなきゃいけないことがか被ったりすると、捨てちゃう人も多分いると思うんだよね。いろいろ多分そういうことを加味すると、まあ、ある程度キャンセルになる、 枚数が出るんじゃないかと思ってるんで、まあ、一応ね、その、落ちてしまっても、まあ一般がありますんで、まあそこにちょっとかけていただければなと思ってます。はい。で、<laughs> とはゆえ、絶対無理な人おるやん。っていうかな、なんかもう、チケット、 楽しみにしてさ、豚祭り楽しみにしてさ、もう飛行機抑えてるよとか、新幹線抑えてるよとか、ホテル抑えてるぜとかもいるし、有給を取ってる人もいると思うんだけど、まだまだ取ったのにっていうけど、まだ結果出てないからね、諦めが早いんですよ、まだ。まだ、あの、募集中だし、5日の締め切りで、まだ答え出てないからね、結果発表は8日、8日だから、そこで落ちて初めて落胆してほしい、まださ、あの出てないんで。 それはね、俺もね、この200のキャパっていうのをいろいろ考えて200にしたんですよ。それは。まあ、結果、500以上超えちゃって、ちょっと想定外のことは起きてるけど、あの、やっぱ普段のみんなのね、コメントとか、ツイッターの拡散とか、あの、他社のイベントとはいえ、その時の集客力とか、突待ちとかのいろんな数字を見て200を出してるんですよ。じゃあ、リスナーの生徒がどうこう言ったやつをお前らじゃあ申し込んだのあれでしょ山崎正義の、 あの、ヤフー記事で下でアンチコメ書いてる役コメ民と一緒でしょ俺、それ昨日見ててめっちゃ笑ってたもん。うん。あの、水戸のライブで、あの、山崎正義が <laughs> 有料のライブだったんだけど、あの、 今日歌う気ないです。そういう気分じゃないですって言って、普段20曲ぐらい歌うのに、8曲ぐらい歌ってやめたってのがあったんだよ。ほとんと喋ってたんだけど、そのトークもくそ面白くないから、あの、ファンの人からバッシングを浴びたんだよね。で、それがニュースになったんですよ。で、そのニュースになって、で、山崎正義の事務所は、あの、払い戻ししたんだよね、お金をね。払い戻しをしたの。で、それ以降の初めての公演が先日名古屋で行われたの。で、その名古屋で、あの、まあ、何が語られるかって言って、結,結局、 だったのねそのねそ名古屋の公演っていうのはねでまあ正義がこんなこと喋ったよとかあんなこと喋ったよっていうのがヤフーの記事に載ったんだけどそのヤフーの記事のコメ欄がヤフコメ民がもうボロカス言っててそうもうまるで水戸公園に行って嫌な思いをしたファン各お客様かのようにすごい言うんだよでも多分誰一人行ってないんだよ誰一人行ってないどころか誰一人下手したら山崎正義のファンでもないんだよ何なのにもかかわらずめっちゃ怒ってんだよ いや、なんか払い戻しで済まないんじゃないこの話みたいな。なんなら無料で水戸公園やって、ファンの人に直接謝罪すべきなんじゃないのとか言って、めっちゃ切れてんだよね。なんか、ちょっとそれっぽかったよ、さっきのコメントな。まあ、まあもちろん全員とは言わないけど、絶対便乗して俺に言ってきたやついるよね。リスダの誠意みたいな。ポチってる人は有権にあるよ。ポチってる人は有権にあるけど、ポチってなくて絶対便乗したやついるからね。まあでもね、まああのー、 まあ正直、現状でもう全員が入れないのはもうほぼ確定になってしまったんですけど、まあ、その分、あの受かった人はまあプレミア感出るのかなというふうに思いますんで、まあ、そればっかりはもうちょっと運勝負かなっていう感じはします。うん、もうあの箱も押さえてるところなんでね。はい。追加公演とかどうこうとかまだ何も考えてません。まずその目の前にあるものを、まあ、あの慣れないことですけどね、一生懸命やっていくっていうことなんで。 はい、あのー、楽しんで頑張っていこうかなっていうふうに思いますけどねはいまあただあのー、ちょっと補強は考えてる補強はでそれはどういう補強かっていうと何だろうね交通機関系のチケットを押さえてる人もいるんでまあちょっとあのー、打ち合わせがね 9の9日にあるんですけど、その8日に発表されるんで、まあ抽選結果出るじゃないですか。しっかりと、えー、満席が確認取れた時点で、その9日に、えー、打ち合わせするんですよ。 はい、持ち合わせは入れてるんですけど、まあ一応俺の考えとしては、まあ物販を強化しようかなと思ってます。やっぱりそのノリラジとしても T シャツ販売するのすげえ久々なんで、チケットがね、取れなかったとしても、まあライブハウスに来てくれれば、事前物販っていう時間を2時間設けてるんですよ。その事前物販の時間を伸ばして、そのライブ会場が、あこう開くまでの間、その T シャツとか、あまあ買っていただいたりとか、その事前物販に俺自身も実際立って、まあ直接手渡しで、 ま、やらせてもらえればなと思って。一応そこで補強を入れるつもり。うん。さすがにちょっと全員入ることはできないんだけど、チケ,チケットがもし仮に取れなかったとしても、まあ、あの、俺に会うことはできるよ。とか、あとは T シャツは買えるようにしようかなと思ってますんで、その T シャツの、その、する数をちょっと大幅強化して、そのライブが会場する前に、まあ、ちょこっと交流できればなというふうに思ってますんで。うん。それでやろうかなと思ってます。え、枚数は買えないのじゃなくて、変えられません。箱の最大のキャパが200なんで、 もう頑張って200なんですよ。全員オールスタンディングで詰めて200なんで、まあこの枚数ってのはもう変えられません。うん。あともう一つ言うと、2部構成にもするつもりないので、今からもうちょっとなんか混乱しちゃうじゃん。今からその、じゃあその事前物販のところを一部にして、んで、あの予定してるその夕方からのやつを2部にしてとかなると混乱したりするんで、今から2部構成とかに分けたりするつもりはないんですけど、その代わりそのチケットが取れなかったも、まあ多少ね、 交流できるようにはしようかなと思ってます。いや別に今から申し込んでも怒られたりはしない。それはしょうがないですよ、それは。こればっかりは。で、あともう一つ言うと、そのさっきも言ったけど、まあ、必ずキャンセルとか、必ずあの、行けなくなるっていう人が出てくるんで、まあ、その一般もね、ありますから、まあ、そこをちょっと狙ってもらってっていう感じだよね。ま、たい最初の1日2日で一気に申し込まれるんで、で、こっからあの、ダウンしていくんで、で、多分最終日にちょこんってなるから、まあ、多分本当に600、 600から650ぐらいだと思います。なんで、3倍ぐらいかな。あの、ガーシーの裁判よりかは当たるんで。<laughs> ガーシーの裁判よりかは。まあ、そんなに悲観しないで。3分の1だから33%だから。もし落ちてしまっても、さっきも言ったけど、物販を強化したりとか、まあ、俺自身も物販立たせてもらうんで。で、物販の場所が多分、そのライブが開く前のライブハウスになるんで、ちょっと雰囲気はね、感じられると思いますから。 まあ、あのー、まあそこまで悲観しないで。そう。まあグッズ目的の人もいると思いますからね。なのでグッズ目的の、目的の人は、まあちゃんとグッズ買っていただけると思いますし。まあ、そのライブ内容に関してはちょっとプレミアになっちゃうけどね。あとはいろいろ考えてる。まあニコニコチャンネルの有料放送があるんで、まあ定点とかもどうなのかなとか考えてるんですけど、その辺は、ちょっとまず、その8日の、えー、抽選の結果が出て、9日の打ち合わせ次第で、 答え出そうかなと思って思ますんで今ここでね、俺だけでね、こうすらするっていうのはね、ちょっとね、あ,あの、言えないんで、うん。あのー、ちょっとお時間いただければなと思います。え、あの、この度はですね、え私、石川紀行、あの、紀きラジオのですね、ワンマンライブの、えー、豚祭りのですね、あの、数字をですね、見余ってしまいました。えー、この度はですね、えー、あの、慰霊祭に、 なっってしまったことをですね、えー、心よりお詫び申し上げますだがしかし、えー、追加公演とかは一切考えず逆にプレミア感が出たのではないかとニヤニヤし,してしまっている自分の性格の悪さにヘドも出つつでもこれが配信者だぞということで開き直っていることを心よりお詫び申し上げますこの度は、えー、全員、あのー、受かるよとお 豪語しながらもほとんどが落ちてしまう結果になりそうで心よりお詫び申し上げたいなと思います、えー、どうも申し訳ございませんでしたよし私はいつまでもやりますのよろしくお願いします僕にとって配信は遊びじゃねえ お疲れ様でした y ンキュー